こんばんは。お久しぶりでございます。今日は、新年明けまして2024年の1月とかでございます。今日ね、準備し、あ、いいや、準備するか。ピントが。22時58分ですか。ちょっとね、今日晩ご飯をね、ちょっとここは食べながらね、語らせて、ちょっとギャンブルについてね、語ろうかと思います。この味、はい。いやー、ともかく今日はですね、今日最近ね、私いただきます。私パチンコね、売っとるんですわ。ちょっと近所のパチンコ屋でね、そう、最近ちょっと友達とさ、ちょっと東京遊びに行った時にね、友達がパチンコやるっつうから、俺もちょっとやってみてね、それでプチガチしたのがきっかけなんですけど。ね、まあね、で、まあよくね、カイジとかね、戦記絶唱シンフォギアとかね、あとなんだっけな、富山の金さん、そう、主に売ってるのはね、富山金さんとか、いろいろ売ってるんですけど、グラフとか見ながらね、今日はこれを抱いてるかなとか、もうこれはもうずっとグラフ下まで行って、下まで行ってドベだなとか、そういう、グラフ見ながらいろいろ売っとるんですよ。あと確率とかね。よく売ってるのは、そんなのよく売ってるのは、カイジとか、カイジ5とか、戸田金さんね、なんだけどね。カイジはね、やっぱ俺さ、小学校5年生ぐらいから6年生ぐらい、11、2歳ぐらいの時にね、およそ11歳ぐらいの時にね、読んでましたわ。お家にあって、E カード、限定じゃんけんとか E カードから、沼のところまで、有名な部分で、ワンポーカーの前まで読んでて、でね、カイジ好きなんですけど、あと、そのスピンオフである大月とか、利根川とかも、班長とか利根川とかも読んでんだけど、そのスピンオフのね。ちょっとね、いろいろね、もう結構最近、パチンコ打ってなかったらね、頭の中にね、シンフォギアの時に出てくる数字とかがね、頭の中に出てきちゃってね、ほんとちょっと、焦燥感に駆られるというかね、生きてなって、もう、なんか、頭から離れないんですよ。ほんと、スマホ依存とかより、やばいぐらいね、ちょっと来ちゃってね。1パチしか打ってないんだけど。あと、トータルで言ったら、あんま、赤字ではない、そんなに赤字じゃないんだけどね。それでね、パチンコ打ってるならね、思ったのはね、よくさ、私ギャンブルしないって人いるじゃん。それがね、一番いいことなんだけども、私、ギャンブルとかしないからとかって、ギャンブルしてたら金減るよって言うけどね、ちょっとそれはね、詭弁なんだよなって話なんですよね。どういうことかっていうとね、そもそも、私たちね、こうやって、息してるかってさ、煽り動画とかあるけどさ、この息をしている、すなわち生きている時点で、私たちはすでにギャンブルをやってるんだよ。すでに三度に金突っ込んで、玉貸しして、ギャンブルやってんだよ、今すでに。今この瞬間、飯食ってる瞬間も、ギャンブルやってんだよ、俺たちは。な。ただね、これが毎回さ、もう本当にどっかでさ、負けがさ訪れないからさ、我々
ギャンブルしてるって感覚がないわけでさ、何かしらのきっかけがあったらね、この毎回毎回私たちがね、淡々とね、黙々と過ごしている日常っていうのはね、消え去るんですよ。もう瓦解してね、崩れ去るんですよ。何かがあったら。すごいリスキーなことしてるんですよ。もうこのように、うん、本当に。もうこのように生を受けた時点でもうギャンブルなんですよ。よくね、この、まあ、これ俺のガガツガチの偏見なんだけど、よくなんだろうな、私ギャンブルしないからとかって言ってる意識高い系みたいな、とか、私お酒とかタバコとかし、なんか、やらないからみたいな、意識高い系とかに限ってね、なんか、平気でね、子供を産むことは正しいことだとかね、もう盲信してるね、いや、やつとかいるけどね、子供を産むことが一番のギャンブルだからね。まあ、誰にとってギャンブルかって言ったら、その生まれてくる子供にとって一番ギャンブルだよ。まあ、お前らも、親にとってもギャンブルだと思うけど、まあ、ね。うん。てか、まあ、こんな鬼歳がそんなね、子育てのことなんてね、子育てにのことについて語るなんてね、まあ、とても野暮な話ですけど、まあ、これはちょっとまあ、青鬼歳のね、この、ケムクジャラ青鬼歳のね、まあ、ザレ事だと思って聞いてください。うん、ザレ事だと思って。うん。そう、子供産むこと自体がもうギャンブルなんですよ。うん。だからギャンブルしてない人間なんて、この世にいないんだよ。うん。食ってねえな、ちょっと。まあ、ただね、ただ、まあ、ギャンブルしない方がいいっていうのは、まあ、正確には、不要なギャンブルはしない方がいいってことです。不要なギャンブルね。パチンコとか競馬とか別にさ、不要じゃない。生きる上で。なくたって生きていけるじゃない。だから、不要なものはするべきじゃないんですよ。ただ、皆さんさ、なんだ?ちょっと、なんか生涯さ、まあ、多くの人がですね、就職とか、受験とかでさ、挑戦するとか、そういう試験を乗り越えてるわけじゃない。もうそれにやね、それを、就職とかね、受験とかを乗り越えなくちゃいけないっていう時点でもうすでにギャンブルなんだよね。就職とか受験するっていう時点で。まあ俺だってそうだよ。うん。だから絶対ギャンブルにね、合わない人間なんていないんだよ。100% ね、保証されたものなんてないんですよ。うん。まあ、ただギャンブル、このね、人生のギャンブルに失敗したら失敗したらね、その場でね、どうやってやるかね、知恵を絞り出してね、トンチ聞かせて、うん、やっていくもん。やっていくもんですよね。うん。まあ、俺たかがね、四半世紀、うん、前後しか生きてない人間がね、言うことだからね、説得力はないですよ。本当に。説得力はないけど。僕はそう、うん、もう受験とか、そういうのも全て含めても、そういう、例えばそういうのもギャンブルだよって。うん。ではいたよ。全然話まとまんねえや。話まとまんないけど。うん。ああ、落としちゃった。どうなんだっけな。ただね、いつもこうやって生きてるっていうギャンブルを私たちはしてるわけだけども、まあ大体の人は、大体の人はつか、まあ一定数の人は、
病気にかからない、ある程度の人たちは病気にかからないまま死にかからないわけじゃないですか。まあ俺だって今まで大し、まあ、まあ病気とかかかってことないよ。うん、うん、だけどね、あのてかもうこうやって今生きてる時点で、あのギャンブルの中ではね、あのこの勝負の中ではね、あの勝ってるんだと、うん、ただその喜びってなかなかわからないよね。普通さ、あのパチンコとかさで競馬で勝ったらさ嬉しいじゃん、うん、だけど生きるっていう上の生きるっていうギャンブルはね、なんか勝っても大して嬉しく、うん、嬉しさっていうのはね感じにくいよねっていう、うん、だって毎回勝ってるから。期待値なんか、期待値で言うたらまあ結構高い方なんじゃないですか。うん、だからね、もう毎回のようにね、この人生というギャンブルにね、もうあの生きるというギャンブルに勝ってるから、もう私たちはあまり生きる喜びというのは日常ではね一秒一秒感じないのかもしれない。だからね、ちょっとね試しに皆さんにはね、あの博打っていうものをちょっと打ってみてほしい。あのあんまギャンブルやらない人でも一回だけでいい、あのもう10001円パチンコとか100円とか競馬で100円単勝かけるとかでいいからね、うん、あの一回やってみてほしい、一回、うん、それでね、ギャンブルの喜びというのがねどのようなものか、まあ、まあ、生きる喜びということにもね、まあ、つながるようなね、まあ、まあそれをもとにね、ちょっと生きる喜びというのはどんなものかっていうのもね、ちょっとね考えとは何かっていうのをね考えてみてほしい、うん、ただ現実この人生のギャンブルをね、生きるっていうギャンブルをやめてしまう人はいるわけだ。うん、不必要なギャンブルはね、やめようと思えばやめますよ。まあ人によるけどな。うん。リミッター、俺みたいにリミッターかけら、ある程度かけられる人だったら、パチンコなんて、ああ、もういいやっつって、途中で、いや、もうこれはもう、これじゃったら負けるわっつって、やめる人はいるよ。だけど、生きるってギャンブルはね、生きるってギャンブルやめるってことは死ぬってことだからね。ただ、その賭場から降りるっていう人もいるんだよ。うん、事実。だからね、生きる上では逃れられないカメラマンですよね、ギャンブルってね。ギャンブルはやっぱり生きる上ではやっぱり逃れられない、本当に、うん、あと別に始めたくて始めたわけじゃないからね、うん、言うとくけど、生きるっていうギャンブルは、まあいいや、まあ、まあと、ちょっとめちゃめちゃね、話の流れ、ちょっとごちゃごちゃになっちゃった。結局、まあ、ごちゃごちゃになっちゃいました。まあいい、あの、結局ね、俺が言いたいのはね、まあ、まあ、ギャンブルしてない、生きる、あの、ギャンブル、生きてる、人間生きる以上で、ギャンブルしてない人間なんているわけないんだと、うん、いうこととね、ちょっとね、その生きる喜びとは何かということをちょっとね、考えてみるという、考えるためにね、ためにもちょっと皆さんには一回ちょっとね、パチンコとか競馬とかやってみてほしいです。まあ僕の座右の銘としては、あのパチンコは1円、競馬は100円です。うん。パチンコは1円、競馬は100円。うん。まあ1円とか100円とか、1円、1パチとか、あと100円で競馬なんか単勝とか、副賞とかかけるとか、いや、やってみてください。うん。で、ちょっと、まあ、人生とは何かというのをことを考えてみてほしい。まあ、うん。まあ、人生とギャンブルっていうのは、生きるっていうこととギャンブルっていうことはね、まあ、まあ、直結するようなもんだと。いうことは僕が言いたい。うん。まあ、こんなね、まあ、ちょっと、
ちょっと話もこのクソ側がね、話をね、まあいろいろ聞いていただきありがとうございました。まあ今言っとくけど、こんなね、青森さんの発言ですから、まあ、おふざけ程度に受け止めてください。ありがとうございました。